今日ちょっといわき市に野暮用があるので、野暮用済ます前にどっか観光に行きたいなと思うんですけど、東大マリンタワー、アクアマリン福島、アララミュー、ナコソの関とか、あとどこ行こうかな。マリンタワー行ってみるか。ということで、じゃあとりあえずマリンタワー向かいます。マリンタワーまで11キロのとこに来ました。日立小名浜、南相馬、スターバ泉、アクアマリン福島。マリンタワー見えました。あれですね、見えました、マリンタワーです。ああ、腹減ったなあ。どっかコンビニで飯食ってくるか。三崎公園のご案内。現在地はここですね。で、まず飯食うか。これ食堂になってんのかな。ここでちょっと昼飯食っていきたいと思います。これ三崎トンネルって言うんだそうです。三崎トンネル綺麗ですね。マリンタワーですね。もうちょっと近づいてみるか。でかっ。こっからこうです。35周年だ。35周年。ここが入り口だけど、めちゃくちゃ混んでるな。めちゃくちゃ混んでる。これ階段でも行けるけど、エレベーターがないのか。行く勇気ないな。屋上まで行けんのか、階段。うわあ、すごい。うわあ。三崎公園か、これ。すごい高さだな。雪割り橋ぐらいあるんじゃない。来た。スカイデッキ。窓があるな。窓があるから反射しちゃってんな。すごい綺麗な海岸だ。禁煙です。綺麗で。
ミオ団地。下りますか。いわき市内ですね。ちっちゃ車が。下かな。あ、そっか、上はないんだ、下だけなんだ。はい、飛行場です。今いっぱい見るんだな。これで分かるんだ。51m47。あ、来た。すごい。ゼロゼロくらいか。人生一はこれだな。これ誰もいない。バイバイ。いわきの景色はいかがですか。わりとは左に寄せた場所がたくさんあります。海の魅力が楽しめるアクアマリンパーク、天然気象前から湧き出る飛行機が飛んでいます。いわき地元温泉、四季折々の美しさが見られる国宝ちらつ網などをなどなど、ぜひ行ってみてくださいね。ご案内させていただきましたのは、いわき出身県民千代さんの店内です。ご来館ありがとうございました。2階展示コーナーです。ドアと開き上へ参ります。あ、隠すのよ。展示コーナーか、ここはいいや。小名浜港です。小名浜マリンブリッジ。いや、暑い。
はい、失礼します。ごめんなさい、外れでした。すごい壁になってるな。どうしよう、今度もう一箇所、この公園の中に一つ観光名所なんですよね。そこも行っちゃうか、来るまで。道に迷いました。なんか同じような景色が延々と続いてるから、あ、ここだな。ここだ、ここ。なんか飲むか、コーヒーでも飲むか。売り切れかい売り切れかい、コーヒー。こっちでいかんじゃん、今日は。ここですね、潮見台っていうところがお祭りしてるんですけど、公園の中にあるんですけど、さあどこだ。俺だけだな、こんなポンコツ車で来てんの。あったけど、駐車場あった、ちょうどいいとこあった。ちょうどいいとこあった、入ってた。ここですね、塩みたい、漢字が読めないけど、なんとか台って書いてあったな。お、展望台こっちにもあるんだ、いいね。ここですね、まず三崎潮見台、ここですね。うわ、涼しい、すごい風だ、台風の影響かな。やばいぞ。あ、魚取ってる人いる。見えねえ。どこだ？わ、みんないる、岩場に人が。どっから降りられるんだろう。すごい高さだ。やばいぞこれ。すごい風だ。歩いてる。どっから降りんだろう。あ、波強いな結構。潮みたいって太平洋にずっと20メートルぐらい突き出たところなんですよね。さっきまでいたところです。落ちないように作られてるから安全です、子供たちも。風強っ。いい感じだな、これ。さっきまでいた、マリンタワーですね、あれ。あ、また鍵あった、鍵。
誰がやってんだろう、俺。これカップルとかだな、カップルとか。鍵いいのかね、鍵やっちゃって真鍮だな。小名浜港見えますね。あれ海岸になってる。ちょっとした海岸、ゴミだらけだけど海岸。いやー涼しい。小名浜港まで来ました。船止まってますね。船結構大きな漁船。はい、ここ第一埠頭です。第一埠頭。はい、第二埠頭。第二埠頭、第二埠頭までですかね、観光地は。で、こっからは工業系の埠頭になっちゃうのかな。セメント工場、プラントですね、プラント。農流さん。東港地区は行けねえ。警備員がいる。行けねえな。すごい工業団地ですね。全部工業団地、工場です。工場。小名浜ポンプ場。はい、ここが第3埠頭と第4埠頭の入り口です。あれですね、休みだからトラック走ってないです。トラック1台もいない。工場休みなのかな。あれじゃないですかね。小名浜製錬所です。小名浜製錬所、シュレッダーダストとかやってんじゃないですかね、多分。第5埠頭と第6埠頭の入り口です。第7埠頭です、直進すると。さすがに行かねえか、そこまではやめとくか。行けんのかな。すげえ。行ってみるか、第7埠頭に。一見、なんて書いてあるんだ。あ、立ち入り禁止って書いてある。ダメだ。トラックだらけ走ってます。すげえ。なんだろうこれ。なんとか埠頭、藤原埠頭。あれ、間違った？いいのか？いいんだ。